すごいあのゴリラが特徴的な、自販機スポットなんですけど、感じ。分けあり品って書いてます。か。お。クリームパン、あ、わらび餅の掛けあり5、6。すごいあのゴリラが特徴的な、自販機スポットなんですけど、ちょっと開けてみます。お、色が白ですね。じゃあやってみます。こんな感じ。いただきます。すごいあの生地がもちもちしてて、お口に優しいというか、口の中に入れると生地がそのままなんか溶けるような感じなぐらい優しい生地で、ホイップもねちょうどいい甘さですね。
元気が出る、なんか甘さ。うん、じゃあもう一回やってこれもね、行ってみましょう。10番お、ちょうど売り切れましたね。やっぱ人気なんだね。お、訳あり品って書いてます。こっちですね、訳あり品、東京わらび餅。こんな感じですね。なんか家で帰って食べた方がいいような、まあ、そんな感じでございます。ちゃんとあのきな粉もついてまして、これは乾燥剤ですね。量のきな粉です。これぐらい、ちょっとこれぐらいにしときましょう。いただきます。うん、あ、おいしい。甘さ控えめで、このわらび餅がなんか結構みずみずしくて、なんか今の寒い時期でも全然大丈夫な感じですね。まあ、訳ありってありますけど、多分形なんでしょうね。あ、めっちゃ美味しい。なんかあのインスタグラムもあるらしいんで、興味ある方ぜひ行ってみてください。